3-1-4-2 と予想しました。前節から2人変わっています。キーパーは伊藤、3バック右から市原、照山、今日は二見が入っています。アンカーが久住、インサイドハーフに三角と土肥、ウィングバックは右に山田、左に近藤、ツートップがビニシウスと千葉。 4-4-2 と予想しました。キーパーは茂木、4バック右から小石、遠藤、川上、宇賀神、ダブルボランチ庄司と北、右に久保田、左に村田、ツートップが宇野カチャールスと藤岡。この辺りボールの奪い合いになっています。さあ右サイドはスピードのある久保田、中に入れて頭でクリアしました。ここからラスクル弾いているが入りました。隙を見逃しませんでした。ドカチャールス今シーズン5ゴール目。このミドルシュート、藤岡の強烈なシュート、こぼれ球に詰めていた宇野か。藤岡、前に送って野下に通るか、シュートはわずかに枠の上でした。さあチャンスになる今治、しかしここも岐阜の固い守り。村田スピードがある、野下、野下決まったー。ドカチャールス今日2点目。岐阜がリードを2点に広げました。ビニシウスが運んでいく、前に出す、前を向けるか、シュート放っていった、わずかに枠の左でした。高野は前線中央の位置にいます。今山田クロスを入れてシュート放つ、いきなりのヘディングシュートということになりました。高野果敢にボールを奪いに行く、おっとわずかに枠の外でした。さあここカットした、山田が追う、ハンドの判定、PK を獲得しました。弾いた、防ぎました。森秀守護神が立ちはだかります。シュート、これも茂木のセーブ。ゴールを許しません。中に入れてシュート、まだある、押し込めるか、
ここも守った岐阜。ここのシーンでも縦に入れたボール、新井が奪う。縦に入れて千葉、シュート打てるか、入った。振り抜いていきました、千葉勝った。モヤモヤを払拭していくような勢いのあるシュート、じっくりと時計を進めていく岐阜。千葉へ、ここはファウルありません。さあ武井にボールが渡る、クロスを上げて折り返す、シュート出るか、守った。さあ岐阜がチャンスになる、シュート、これは枠の外でした。田口裕也のシュート、このボールは今長い笛、 FC 岐阜7試合ぶりの白星をつかみました。